COVID-19 は強奪連鎖の工程により発症し重症化する。ともかく現状もそういうのが、強く出る風俗関係に発生は集中している。しかし、この主張は相変わらず正論、という扱いにならない。それよりも、いつ第二波が来るかわからない。という論調、その方が未だ主流だ。その方向性が一歩100円という根拠のない価値の創造、それを要求する。内容を問わない創作？それの監禁。書いてあっても白紙でも。不可能ではある、人間の自由意志を認めるとき、個性はそこに、内容、を求める。白紙に払う人もいればよ、求める人、小説を求める人、そこは様々だ。面倒でも、それを捕まえて、需要に対して供給することでしか。お前はバカか、という、あるいは、そういう物言いの先、か。飯塚幸三氏は今も、罪人という扱いでは、ない。Yeah.